伊藤さん、何なんだ話っていうのは。いえね、妙な噂を耳にしましたもので、近頃皆さんが私に隠れて不穏な動きをしていると。どうしました？まさか新選組参謀の私に隠し事ですか？いや、そういうわけじゃ。では何ですの？はっきりお言いなさい。いや、伊藤さん、それは…お言いなさい、お言いなさい、お言いなさいったらお言いなさい。やだ、何これ、嘘でしょ。見つかっちまったか。内緒で進めていたんだが。伊藤さん、おめでとう。慎んでお祝い申し上げます。まさかそんな、だって私絶対嫌われてると思ってたから。まあそうだけど。ありがとう、私頑張る、もっと頑張るわ。単純ですね。ひとまず試作の薬の完成です。ああ、三男さん、ちょっといいかな。おはようございます。皆さん、またですか。ちーっと昨夜ははしゃぎすぎたな。やめとけって言ったのに、お前がもう一軒行こうって聞かなかったんだろ。つうわけで三男さん、この前の酔いざめ薬また飲ませてくれねえかな。仕方ありませんね。さ、どうぞ。すまねえな、ありがとう。この薬があるから深酒も安心してできるってわけよ。あ、長倉君、それはまだ実験中の薬です。飲んではいけません。思いっきり飲んじまったけど。おいおい、大丈夫か、新発さん。サンナさん、これは一体どういう薬なんだ。それが効果が私にもまだよく分かっていなくて。しっかりしろ、新発さん。困りますね、サンナさん、もう少し本気で止めてくれないと。おやおや、新発、お前なのか。何を言ってるんですか、原田君。私は正真正銘長倉新八ですとも。おい、こんなの新八さんじゃねえよ。人格に影響あり。そんなさ、観察してないで何とかしてくれ。さて皆さん、さっさと巡察を終わらせて島原に行きますよ。そこはわからねえんだな。